それでは愛しのエリーのコードレクチャーいきます。最初はCコード、薬指をこの1弦、これはウクレレ1弦2弦3弦4弦となってます。で、僕のやつはこのロージーっていうのでちょっと太い弦なんですけど、1弦から細くて4弦が太いと。で、1弦の1、2、3フレット、これフレットなんですけど、そこに1弦の3フレットで薬指を置きます。で、親指はこう握ったりしないで、こう後ろにこういう感じですね。で、人差し指でこのあたりをこうなんかほこりを彫ろうような感じで、1小節は4分の4拍子なので、今四分音符で4回弾きます。1と2と3と4と、これで1小節と考えてください。で、まず C4 回ですね。これが A メロの頭です。次に Em というちょっと難しいコードです。これはまず人差し指からいきます。1弦のね、2フレット、一番下の弦の12フレットに人差し指、中指2弦の3フレット、123で、薬指が3弦の1234フレットです。そして4弦のこの開放、何も押さえてない状態で、ここからこのような感じでいきます。これが Em っていうコードになります。最初を C、で次 C7、 さっき C は薬指こうでしたけど、人差し指を1弦の1フレットに置きます。ただこれだけです、 C7。 ちなみに今回使ってないですけど、 C メジャー7っていうのが出てきたら、中指が1弦の2フレット、これ C メジャー7です。4弦の開放、1弦の3フレット C でしょ。で、薬指だけにして、1弦の2フレット中指だけにしたら C メジャー7、そして人差し指を1弦の1フレットにすると C7 となるのです。 F コード、これはまず中指が4弦の2フレットです。 1,2 人差し指が飛んで2弦の1フレットです。 2フレット押さえていて、次の弦開放弦、これ人差し指で2弦の1フレットを押さえてます。で、開放弦、この時中指が寝てしまうと音がミュートされてしまうので、しっかり立たします。指先を立てる、基本的にコードを指先立てた方がいいんじゃないかなと思います。で、これも4回弾きます。ここまでがまず4小節です。最初の全部4回ずつですね。この場所ですね。ここから1小節にコード2つ入ります。なので2回ずつ弾く感じですね。 Dm G となるんですけど、 Dm が4弦の2フレット、中指1、2、薬指3弦の2フレット、人差し指2弦の1フレットです。ギターやってる人だったら分かると思うんですけど、 Am みたいな形ですね。まあ、今これはウクレレでは Dm こういうですね。中指4弦の2フレット、薬指3弦の2フレット、人差し指2弦の1フレット、これ Dm2 回弾きます。で、次に G、 1小節に2つコードが入るので2回ずつなので、次 G コードが2回いきます。これは G コードは人差し指が 1,2,3 弦の2フレット、薬指が2弦の3フレット、
中指が1弦の2フレット、これギターやってる人だと分かると思うんですけど D のねオープンコードと同じですよね。これが G、 ウクレレでは G コードです。人差し指が3弦の2フレット、薬指2弦の3、中指1弦の2フレットで1234フレットです。で弦が1234ですね。で次に C、C 一応もう一回言ってみましょうか。1弦の3フレット、薬指で D7、 中指が4弦の2フレット、薬指が2弦の2フレットです。2フレット0解放を2フレット薬指で押さえてます。0解放2回ずつ、ここも C2 回、弦と変えたばっかりで少しちょっとピッチ悪くてすいません、はい。で次 F、 さっき出てきましたね。これは中指が4弦の2、人差し指が2弦の2フレットです。そして G、 3弦の2フレット、人差し指薬指2弦の3、中指1弦の2フレットです。そして C、 お今度は4回です。ところからですね、もう一回 Dm からいきます。 1,2,3,4,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 
メロが続きます。この場所ですね。はい、サビいきます。最初、これも1小節に2つコードが入るので2回ずつです。 Dm2 回、 G2 回です。 Dm4 弦の2、3弦の2、薬指、人差し指が2弦の1です。G3 弦の2フレット、人差し指、薬指2弦の3、中指1弦の2です。 Em、 これ最初に出てきましたね。指先を立てて薬指から3弦の4、2弦の3、1弦の2です。そして Am、 Am は中指をこれ4弦の2フレットに押さえます。あと解放です。で、一応もし Am7 というコードが押さえたい場合は何も押さえてないです。これ全部これ離してる状態、これ Am7 になるんです。一応この今押さえていた中指を離すことによってこの4弦の音がソなのでセブンスになります。はい、一応これ Am7、 これ Am7 なら楽かもしれないですね。離す、ここはもう自由にいいと思います。で、次 Dm またいきます。で、G、Em、Em、ここ4、ね、2小節繰り返しですね。で、次 F、中指4弦の2、人差し指2弦の1です。2回、ここも2回ずつ G、Em です。次 A7、これは新しいコード、人差し指が、3弦の1フレットになります。3弦の1フレットだけ押さえて、はい、で、次 F です。 G、 C、 D7、 D7 また出てきました。4弦の2フレット、中指、薬指、2弦の2フレットです。次 F、 2回、G2 回で、 C4 回です。だ、基本的にこの C 以外はサビはコード1小節に2つ変わってます。それでは弾いてみます。Am7 にします。
指が4弦の2フレット、薬指3弦の2フレット、人差し指2弦の1フレットです。これ Dm なんですけど、この薬指をポッと離すと Dm7 というコードになります。これ応用して覚えると楽ですね。で C も薬指 C、 中指に1弦の2フレットでメジャー7、 C7 っていう風になります。であと Am ですよね。中指を押さえるとこれ Am ですね。4弦の2フレット、何も押さえない、これは Am7 になります。はい、で一応 G もやっていきましょう。これ G で G のメジャー7というコードあるんですけど、それはただ人差し指ベロンと寝かせます。3弦の2フレットから1弦まで、3弦の2フレットから1弦まで寝かせてます。1秒でこれ最後のコード慣れづらいですけど、しっかり押さえます。で G7、 これは中指が3弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレット、薬指が1弦の2フレットです。これ G7、 G、 G メジャー7、 G7、